とりあえずさ、あ、なんだ、土曜日、土曜日だってや。今日休みやんな、仕事の。うん。まあ、送迎バスで。だいたい、なんだ、ちょうど一週間ぐらい経ったのか。横乗り置いてさ、二日走って。横乗りやっぱね、やはりからすっげえきち。うん。でさ、一人乗りになったら全然違うわ。びっくりするやろ、やもん。横乗り台だってさ、俺特に人目気にするもんでさ、ね、普通に運転してさ、信号待ちしてる時とかもさ、なんか運転席の方見たりするのが、気遅れてるやんな。気使うっていうか、まあ、気使うわけや。常に。神経。うん。もう一挙手一投足さ、見られてるっていう。なんで、自由に できんわけや。うん。背に、ゆったりと座ったり、うん。なんか一人ごと吐いたり、うん。なんかさ、好きなっていうかさ、キョロキョロもできんわけや。うん。お前何キョロキョロしとるだみたいな。うん。それでさ、まあ、一人乗りしてさ、一人立ちして。意外とね、ちょっとびっくりしたのね、タクシーの経験がね、若干ってかなり役に立ってるかもしれん。結局まで人乗せるわけや。俺人乗せるのあったらんと思うわけだけどさ、結局前のさ、何改装の、うん、トラックの改装もさ、1ヶ月でクビになったやん。で、エイト紹介もさ、結局お前3ヶ月横乗りでさ、できんくて、ベロボリきつくて、首同然になっとるやん。でも、タクシーにしてもさ、今回にしてもさ、結局なんかさ、横乗りクリアして、一人乗りまで行っとるやん。俺、トラックの場合さ、一人立ちも全くできんかったもんね。うん、それでさ、まず、出発してさ、準備とかもあって、シャッター開けたり、うん。それもさ、横乗りの時にさ、横乗りのじじいに、うん、うるさくて、お前早く来いよって、うん、早くこう。